どうも、なんとか重工男です。今回はですね、以前セカンドチャンネルのなんとか技研の方でご紹介したこちらのプルサ i3 Mark 3S プラスを1ヶ月使ってみた、レビューと製造現場での FDM3D プリンターの活用事例を皆さんにご紹介したいと思います。まあ、今まで FDM3D プリンターは複数台使ってきて、自分で購入したものもあれば企業様からご提供いただいたものもあったんですけど、今のところですね、このプルサが一番いいです。価格帯の話をすれば、これはね、組み立てキットで Amazon で10万円、組み立て済みのものでも15万円する、結構高価格帯な 3D プリンターではあるんですけど、初心者の方におすすめするなら間違いなくこのプルサがいいと思います。理由はね、この後いろいろ言うんですけど、同じ造形サイズでもう3万円台のプリンターとかあるんですけど、やめておいた方がいいことが結構多いです。結局買って後悔するなら、ちょっと値は張りますけど、プルサを買っといた方がいいかなって、僕は思います。ではまずこのプルサの良くないところから言っていきたいと思います。まず一つ目、価格が高いですね。これは先ほども言いましたけど、同じ造形サイズの 3D プリンターが 2,3 万円ぐらいであるのに対して、結構ね、10万円という、高価格な設定をしているというところですね。で、二つ目が、見た目がチープというところですね。これはですね、理由としては、ほとんどのね、重要な部品というのは金属製のフレームで作られているんですけど、そこまで重要じゃないパーツっていうのは、3D プリンターで作られた部品が組み込まれています。なので、少しね、3D プリンター、他のメーカーの 3D プリンターと比べると、若干チープな見た目をしている。で、3つ目がですね、結構僕ね、重要なところなんですけど、Wi-Fi がついていません。なのでデータのやり取り、するときは、この SD カードの抜き差しが必須になりますね。最近の 3D プリンターだと Wi-Fi はもう標準装備だったり、しているのに対して、同じ、この価格帯、10万円する価格帯で、Wi-Fi がついてないっていうのはちょっと残念かなっていう印象ですね。はい、次はですね、このプルサのいいところを言っていきたいと思います。まず1つ目、もう何もせんでいいっていうところですね。はい、これどういうことかというと、 3D プリンターっていうのは電子レンジみたいに誰でも触れる、誰でもできるみたいなことじゃなくて、結局やっぱりね、少しコツが、いります。で、このプルサに関しては、本当に電子レンジレベルで本当に誰でも使えるんじゃないかなって思うぐらい本当によくできてて、もう何もせんでいいんですよ。使ってると、じゃあちょっとトラブルが起きたりとか、もうちょっと造形きれいにしたいなとか、もうちょっとスピード、造形スピードを上げたいなとか、いろいろね、欲が出てきて改善したくなってするんですけど、結局沼にはまって、スライサーソフトをいじりすぎてわけわからなくなったりとか、いろいろあるんですけど、もうこいつに関してはもうそういった欲が出てきたとしても、もうマジでもうスライサーソフト頼りで、できちゃう。その無料でついてくるスライサーソフトが有能すぎて、もう何もせんでいいっていうのが、本当にこのプルサの魅力の一つじゃないかなと思います。もう本当にね、使ったら分かるんですけど、マジ何もせんでいいんですよ。はい、で、これ、2つ目は、拡張性があるということですね。さっき、Wi-Fi がついてないとか言ってましたけど、この 3D プリンターに関してはオープンソースなので、国内外問わずいろんな方がね、カスタムして、いろいろ改良だったり、便利な機能をね、つけてくれたりしてるんですけど、その中で Wi-Fi 機能を、つけたい人がいて、つけれるようにしてくれる、データを公開してくれてたりとか、あと、タイムラプス撮りたい人はカメラをね、つけれるようになってるとか、いろんなね、拡張性があって、3D プリンターでちょっと飽きちゃった人も、もうちょっとこうやりたいな、やりたいなみたいな、そういうのができるっていうのが一つポイントかなと思います。で、3つ目なんですけど、3つ目は品質と精度ですね。造形のね、質感、質、うん、精度が非常に高くて、 3D モデル、フュージョン360で作ったりすると思うんですけど、10倍とか10倍の穴、10倍の軸で作るじゃないですか、モデル。それをそのままポン出しで、その精度が
バチバチに出るっていうのは今まで使ったプリンターではほぼなかったんで、まあ若干縮尺をね調整したりとかいろいろそういう必要があったんですけど、それもほんまに何もせんでいいっていうぐらい、これ何もせんでいいんですよ、はい、品質と精度が優秀ってことですね、はい。まあこの後ねご紹介する造形物で、まあ、パズルみたいにねちょっと組み合わせするものがあるんですけど、コンマ1の隙間をね、設定しておけばもうバチバチにハマっちゃうっていう、それぐらいに、品質と精度が素晴らしいものになっております。で4つ目がビルドプレートがもう優秀すぎるってことですね。この、プルサには2種類の、ビルドプレートが用意されていて、もう1個の方はですね、自分で買わないときなんですけど、純正でついてるこのビルドプレートも、めちゃくちゃ、優秀です。まあ後でねちょっとねスナップメーカーのモードね見比べてほしいんですけど、糊とか全く必要なくて、このねビルドプレートがなんかボロボロになっていくみたいなこともないし、しっかり接着あの面でベタッと接着するし、本当に外れないし、あのでも外すときはこうやってね曲げたらパッと外れるっていう、もうビルドプレートの完成形これなんじゃないかっていうぐらい、ビルドプレートはね非常に優秀です。こちらの黒っぽい方がスナップメーカー 2.0 のビルドプレートで、こっちのカーキっぽい方がプルサのビルドプレートとなっています。どちらも純正のビルドプレートなんですけど、表面に少し違いがあります。スナップメーカー 2.0 の方はこんな感じで表面がね少しザラザラしています。それに対してプルサの方はめちゃくちゃツルツルします。なんかねちょっと鏡ぐらい、下敷きぐらいの、ツルツルさがあります。なので、まあ、パッとね見た感じはスナップメーカー 2.0 のビルドプレートの方が密着性が高いんじゃないかなって思ったんですけど、実際ね使ってみるとスナップメーカー 2.0 の方は、だんだんと密着性が悪くなって、まあ、造形物が途中で剥がれたりとかいうトラブルもありました。で表面もちょっとねくすんできたとか、まあ、ダメージがね表面に見られたりとかもありました。でも、プルサの方に関しては、まあ、まだ1ヶ月しか使ってないんですけど、全然そういったダメージは見られなくて、密着性もすごい高くて、途中でね剥がれたりというのは、今のところ一切ないです。でまあスナップメーカー 2.0 のビルドプレートにどんな変化があったかというと、まあよく使うね真ん中の方特になんですけど、若干ねへこんでるんですよ。これね分かりにくいと思うんですけどね、こう差しを当てるとピタッと当たってるところもあれば、ここら辺ねへこんじゃってるんですよ。なんでここにコンマ2とかのねギャップがあるんで、その分、ビルドプレートが剥がれやすくなります。まあ使用期間が短いので当たり前といえば当たり前なんですけど、プルサの方のビルドプレートは、めちゃくちゃまっすぐ出ています。でさらにオプションパーツの、ビルドプレートを使えば、なし地に、ねなってるので、造形物の裏側が、なし地のちょっとね意匠性のあるプリントをすることもできます。はい、というわけでこちらのプルサ i3 Mark 3S プラスを1ヶ月使ってみた感想を皆さんにお伝えしたんですけど、実際の製造現場で FDM3D プリンターがどのような使い方ができるのか、まあ、どのように使われるのかっていうのを皆さんにご紹介したいと思います。まあ、ちなみに某自動車メーカーでは穴開けのジグとかにね使われたりしてるそうなんで、まあ、ご参考になればと思います。はい、ここは岩田ツールさんの工具検索版工場になっております。最近ちょこちょこ現場にお邪魔させてもらってて、現場の改善活動とかをお手伝いさせてもらってます。でそこで出た 3D プリンターの活用事例を一つご紹介させていただこうかと思います。これがですね、岩田ツールさんからのご依頼で僕が製作したジグになります。大きいので4分割で作りました。このジグは工具検索版のパレットで、純正はこちらのアルミ製のものなんですけど、当然アルミ削り出しなので値段が高くてめちゃくちゃ重たいんですよね。でしかも工具ごとにいろんな径のジグをね揃えないといけないので、まあ、それだけでめちゃくちゃコストがかかってしまうというわけです。でも 3D プリンターを使えば、いろいろな形状のジグを5分の1くらいの値段で、しかもめっちゃ軽く作れるので、現場の改善になります。さらにもう一つ大きなメリットがありまして、この機械はロボットアームが自動で工具を掴んで工具検索板に取り付け取り外しを行ってくれるんですけど、製作するものが先端の尖った切削工具なので、この純正のアルミパレットだと、その取り付け取り外しを行う際にぶつけてしまって工具が欠けて不良になってしまったりみたいなことがねあるんですけど、この樹脂パレットはそういったことがない、樹脂パレットの方にダメージがねいくので、
工具が、ね、不良にならなくて済むようになっています。はい、いかがだったでしょうか。まあ、耐久性に関しては、まあ、今後様子を見ていく必要はあるとは思うんですけど、まあ、コストの話で言うと、まあ、4枚1組なんで、まあ、1枚が 250g、まあ、4枚作っても約 1kg で、まあ、3D プリンターのフィラメントっていうのは 1kg だいたい3000円ぐらいなので、まあ、材料代としてはそれくらいで、加工時間、造形時間に関しては、4枚の1枚あたりだいたい17時間、インフィル 10% のジャイロイドで17時間かかってるんで、まあ、合計68時間っていうかなり膨大な時間をかかっているんですけど、まあこの 3D プリンターの利点の一つが、まあ、手離れがいいっていうことと、まあ、寝てる間にね、造形してくれるっていう、まあ、利点を生かして作ったものなんで、人件費という意味ではそんなにかからないんじゃないかなと思います。というわけで、今回の動画が面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら、ぜひ、グッドボタンとかチャンネル登録の方よろしくお願いします。Twitter、Instagram、セカンドチャンネル、なんかいろいろ物販などいろいろやっておりますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。